はい、こんにちは、空波です。はい、めっちゃ寒いですね。もうインフルエンザが流行って流行ってね、空波も先週、かかってしまいました。うちも長男がかかってね、次男もかかりまして、僕もかかりました。じゃあ嫁さんだけかかってないですけどね、ちょっと不思議ですけど、はい、なんだっけな、日本でもう250万人ぐらいなんか患者がいるとかね、なんかヤフーのニュースで、やっておりましたけどね。皆さん、いかがですかね、大丈夫でしょうか。はい、ですね、まあ、今日はですね、一つお話をさせていただこうかなと思ってたのは、皆さんね、どうですか、なんていうかな、無駄って言ったらちょっとあれかな、意味のないことほど面白くないですか楽しくないですか。逆にこうなんかこう、これってどういう意味があるんだろうとか考え始めちゃうと、もうなんか楽しくなくなったりすることないですか。はい、バイクをね、例えばですけどね、選ぶときね、皆さんどうですか。カタログとか、今こう紙ベースのカタログっていうのは減ってきてると思うんで、ウェブとかでね、メーカーのホームページとか見て、こうスペック仕様書ってあるじゃないですか。仕様書、あれをすごくこうなんていうのかな、目を皿のようにしてね、こう見比べてこうするバイクを選ぶっていう方、いらっしゃいますか。どうですか。そういう人をね、今日はディスるってわけじゃないですからね、ディスってるわけじゃないんで、ちょっと聞いていただきたいんですけど、それなりもね、やっぱりそのカタログスペック表とかシートはやっぱり見るんですよ。見るんです。ただ、最近っていうか、ここ数年ね、明らかにちょっとバイクに対する思考っていうのが変わってきたっていうのもあると思うんですけど、バイクを選ぶにあたって、カタログ仕様書、そういったもののこう数値とかね、スペック、そういうものを見比べるということに関しては、ことバイクを選ぶということにとってはね、ほとんど意味がないとほとんど意味がないということにね、気づいてきました、やっと今頃かよっていう人もいると思いますし、お前何バカなこと言ってんだよっていう方もいらっしゃるかもしれませんけども、空波はね、最近それに気づいてきました。はい、例えばそうです、仕様書とかって、スペックシートとか仕様書とかって、例えばちょっとこう 何か例えさせてもらうと、例えば人間にね、バイクを人間にこう例えた時に、スペックシートっていうのは、言うなれば履歴書なのかなというふうに思うんですよね。じゃあ、どうでしょうね、こう皆さん、私の空波チャンネル見ていただいている方っていうのは比較的ご年配の方が多くございますのでだいたいね、35歳からね、65歳ぐらいまでの、方がね、で7割を占めますのでね空波チャンネルの視聴者様はね、はい、ですので、そのぐらいのお年の方だとね、やっぱりこう、何かこう採用とかね、そういうのに、なんていうかね、関わったり、してる方もね、中ではやっぱりいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけど、そういう方にもね、ちょっと聞いてみたいんですけど、どうですか、人をね、例えばアルバイトでもいいですし、従業員でもいいんですけど、採用するとき、履歴書をまじまじと見ますか。履歴書と、普通ね、そうです、日本のこう採用っていうのは履歴書と面接じゃないですか。どっちが大事ですかね、どっちを重視しますか。これね、僕こと空波に関してだけ言わせてもらうと、もう履歴書ってほとんど見ないですよねだってどこの高校出たとかどこの大学出たってもう分かんないもん。もうだってね、そんなの逆に言ったら、履歴書だけで判断してしまうとね、例えばですけど、すごい賢い高校出て、すごい賢い大学出てる子なんですよ。でもなんかがちょっと
うん、ごめんちょっと、間に合わないよねっていう子もね当然いるし、で逆にその本当になんていうのかな、普通のね、うん、普通の、高校出てるんですけども、ものすごいね、細かいことに気がついてね、機転も利くし、まあ本当に、いい子だなっていう、方もいらっしゃいますんでね、で実際その面接で見て決めるっていうことの方が多いと思うんですね、まあ、人間ってね、その文章から、なんていうのかな、取る情報よりも直接見て話して、取る情報の方がね、絶対そっちの方が重視すると思うんですよ、じゃ あのバイクを買うということにあたってその面接って何かっていうと多分実車確認だと思うんですよね。でできれば試乗できれば試乗ですよね、はい。ですので、そのカタログをね、じっくりこう見比べて、やれ、こっちのバイクの方が、だって5馬力多いじゃんとかね、その例えばその25馬力と20馬力の話じゃなくてですよ、その大型バイクで例えば80馬力と75馬力とかね、100馬力と95馬力とかね、そういうレベルで、こっちの方が5馬力多いしとか、重さがこっちの方が、3キロ軽いしとかね、で足付きのシートがこっちの方が、まあ、2センチ低いからとかね、そういうところを見て、いろいろバイクをこう考えるっていうのはほとんど意味がないことだなっていうのに、気づきました。はいはい、もう今頃ですけどね。まあ、ただね、そういうことを、まあ、空並みもしてますって言いましたけど、そういう、まあ、カタログをね、じっくり、どんなバイク買おうかなって迷ってる時にね、見比べるという行為はですね、空並は、否定しないんですよ。否定できないんです。で、なんで否定できないかっていうと、それしてる時間ってめちゃくちゃ楽しい。めちゃくちゃ楽しいでしょ？めちゃくちゃ楽しいんですよ。で、人にも聞いてほしいんですよね。例えばですけど、友達とかがいて、こっちのバイクとこっちのバイクなんだけど、こっちのバイクの方がこれ何馬力多くてさとかってどう思うとかって聞いてみたくなるんですよ。その気持ちはすごくよくわかる。だから否定はしないです、否定はしないんだけど、まあ、ただ本当にバイクを選ぶっていうことに関してですね、スペックシートとかカタログを見るっていう行為に関しては、まあちょっとあまり意味がないのかなっていうふうに、思いますね、まあ、でもその、まあ、例えばですけど、試乗車って、まあ、どこのメーカーのね、どのバイクでも、まあ、大体こう、まあ、分からないですよ、東京とかね、大阪とかね、まあ、そっちの方面、都会の方はね、もしかしたら比較的試乗車っていうのは乗れる確率は高いかもしれないんですけどね、まあ、少なくとも三重県の田舎みたいなところに関してはですね、試乗車なんてもうほとんど皆無なんですよ。まあ、レンタルバイクっていうのは若干ありますので、まあ、三重県であれば鈴鹿とかね、あと伊勢にもあるかな、まあ、そういうので、まあ、たまたまその車種があればね、乗ってみるっていうこともできますけど、ただ高いよね。4時間でなんか1万、ぐらい取られますでしょう、まあ、ですんでね、まあ、できれば乗って買った方がいいんですけど、まあ、全部が乗れるっていうわけじゃないんですからね、まあ、そんなところで、まあ、せめてね、せめて、実車を見て、買いたいなと、まあ、これが今空並が、バイクを、
買う時の選ぶ時のなんていうのかな、こうある意味、必須条件かなというふうに思います。まあ、ですので、まあレッドバロンさんとかはね、本当に無理言いますけど、持ってきて見せてくれるんですよね、実車を。まあもちろんエンジンかけて走っていいよなんてことは絶対しませんけど、まあできないですけどね、それはねすごく助かりますね。で逆にそういうなんていうのかな、この間お世話になったようなソックスさんなんていうのは、お店までね、見に行かないといけないんですけども、まあそれにしてもね、他のまあお店に置いてないようなね、本当にいろいろな並行輸入車とかそういうのを置いてくれてるんで、まあそれもそれで、まあある意味ねすごくありがたいな、まあ実車が見れるという意味でね、ありがたいなというふうに思います。まあその何もね、今回お世話になった、ソックスさんは、CB160R ホーネットね、実車、買うという実車をね実際に見て、買わせていただいたのでね、まあそういうことができるっていうだけでもね、いいと思います。まあ、なんていうのかな、こう、実車を見るっていうのは面接かな。で試乗っていうのはどうだろう、なんかこうお試し期間というか使用期間っていうのかな、まあ、人事でいうとね、まあそういうものに、当たるのかなっていうふうに思いますけどね。まあいずれにせよね、意味がないって言われればね、そうかもしれないですけど、でも意味がないことほどね、面白いんですよ、楽しいんですよ。はい、まあですのでね、まあ、今バイクを買おうと思われている方、これから買うかもしれない方ね、まあ本当にまあカタログだけこう見て、実車も見ずに、通販で買うっていうのはどうかな。例えば、人を雇うということに、置き換えてみると、まあ、履歴書だけで採用してしまうのと、あんまり変わりないかなと思いますのでね、まあ実際に並行輸入車なんていう場合はね本当に多いんですよ。実際その写真でわからなかった、傷だらけとかね、へこみがたくさんあるとか、ひどい場合にはね、塗装がね取れてるとかね、まあ、そういうの普通にあると思いますし、オークションとかだったらなおさらだと思いますよ。まあ、ですので、まあ、そういうところをね、一応なんていうのかな、頭に入れてというか計算に入れた上で、買っていただくということであればね、いいとは思うんですけれども、そうじゃない場合はね、ぜひ、一回、なんていうかな、考えてから、買っていただいた方がいいのかなというふうに思います。はい、そうしましたらですね、今日は、意味のないことほど楽しいよねっていう、お話をね、一つさせていただきました。はい、じゃあ今日はこの辺りで、失礼いたしたいと思います。はい、どうもありがとうございました。